で、彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星街彗星でーす。スイちゃん、わー、今日もかいということで、今日はスイちゃんスリザリオというゲームをやっていきたいと思います。目覚まし大、みんなありがとう。おやすみ、よく眠れそうです。本当かな、本当かな。おい、私は今みんなのことをいじめているのに聞いてないだと。今日調子いいね。今日コメントみんなから、ファミマでスイちゃんのファイルゲットできて、うわー。私がスパチャ読んでる間にさ、5695、すごい。私がスパチャ読んでる間に、それは卑怯じゃない？ねえ、それ卑怯だよ。それずる。それはね、ひどい。寝る配信では、サムネに騙されんなって書いてあるでしょうか、タイトルに。喉大事に。はい。5分ぐらい寝てましたが、親にうるさいと言われました。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。もしかして、それは、例えばスマホで聞いてます。スマホで、うわー、そのマジで、その、奇想天外な動きやめて。スマホで聞いてたまんま寝落ちしちゃって、お母さんに、うるさい！その女の声なんとかして、うるさいからって言われたってこと？お母さん、スイちゃんです。お母さん、嫌がらないでください。母、父ともに今のお声で起床しました。やべえって、大音量で聞くな。この音量で羊数えてみませんか。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、羊が5匹。寝れなくなりました。謝ってください。この度は、絶対に眠れるという詐欺のサムネを制作し、皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、謝罪したいと思います。大変申し訳ございませんでした。カシャ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 。眠れなくなった人についてどう思ってるんですか？眠れなくなった人続出らしいです。どうしてそんな詐欺のサムネを作ったんですか？一言ください。カシャ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 。うるさい。今日はうるさい。これがもしかしてファンチ、フワンチってやつ、フワンチ。あ、やばい。この人の名前は、スイちゃん、かわいい。どうもありがとう。これでさ、例えばさ、なんか、アンチとかがさ、これで、スイちゃんに特攻してきて、スイちゃんに、お前、歌、下手、みたいな、はは、名前で、やってきたら、どうしよう。そこまでしてさ、その伝えたいってなったら、もう逆にそれはおもろいかも。逆にそれはもうおもろいかも。よいしょ。右上の1位、気づいてる？ステラステラ、気づいてなかった。ありがとう。おはようもいるよ。おはよう。え、このさ、ランキングにさ、だってさ、お前歌下手っていう名前の人が来たらどうしよう、どうしよう。彗星歌下手みたいな。執念がすげえ。もはや見てみた。いや、もうなんかそんなこと言ったらさ、純粋なファンがちょっとやり始めちゃうかもしれないから、やんなくていいからね。イエーイ。はいはい、うーポンポン、うーねのゴーゴーレッツゴー。